頑張っていた人たちが一番幸せになれればいいのに。でも私たちが生み出した社会っていうシステムはそんな正しくは機能しなかったのよ。自然豊かなレーテの村で大地を耕し、作物を育て、季節の実りとともにあなたは生活をする。しかし季節の変わり目に訪れる命を枯らす四季、仲間たちと共にあなたは四季の謎を突き止めるため旅路へ。冒険や出会いを繰り返し、やがてそれは世界の真実に迫っていくことに。この星から四季をなくそう。科学者をなめないで。迷える者たち、魂の安息を。僕が君を。人類よ、私がデザインした滅亡を受け入れるがいい。おはよう、私の出番ね。あんたのそういうところ美しいと思うわ。人の心の力を信じたから、かつて人は教えを作ったのではないでしょうか。これは生命と共に生きる人々がこの世の断りに抗う物語。ハーベステラ。